はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、初のガジェット系動画でございます。はい、まあガジェット系動画っていうのはね、いわゆるパソコンに関するお話なんですけれども、はい、この私一応30年のパソコン歴があります。おー、びっくりした。まあね、昔ね、ネットワークエンジニアとかやってたりとかもね、しましたけれども、はい。でね、まあね、最近ね、ちょっとね、一個問題があったんですよ。そう、間違ってね、データ消しちゃっただとかね、いろいろあって。そうでね、なおかつね、あとね、 USB メモリーが急に読めなくなったりだとか、そういったね、ことがあったんです。そう、ああいう時ってさ、ほんとショックだよね。なんかさ、せっかくさ、データでさ入れてさ、よっしゃ持ってったぞと思ってもさ、相手先でなんか急に壊れて読めなくなっちゃったりだとか。で、そういった時にね、きっとね、役に立つであろうね、ソフトっていうのをね、最近見つけたんですよ。そう、なので今回はちょっとね、それをね、紹介していきたいなっていうふうに思います。でね、どこまでできるのかね、実際に検証してみようというふうにね、思います。というわけでね、まずね、ちょっとね、画面を切り替えてパソコンの画面にしていきましょう。はい、ドーン。はい、でね、今回ね、見ていくソフトなんですけれども、イーザスっていうですね、ソフトですね。でね、データ復旧のね、ソフトとしてはもうね、14年の歴史があるっていうね、結構長いね、歴史があるね、ソフトでございますね。はい、でね、一応ね、僕のね、パソコンは Mac なので、あの Mac でね、ちょっと見ていきたいんですけれども、一応 Windows 版もあるし、マジこれ、ちょっと待って、 iOS 向けとかってあるじゃん。これ iPhone 向けですね。すごくね、これ iPhone 向けだとか Android 向け、あ、すごくね、これで、あとメール復元とかもいろいろありますね。はい、一応ね、今回はちょっとね、データ復旧というところでちょっと見ていきたいんで、そう、一応ね、このね、 Mac 版をね、私の方でね、ちょっとね、ダウンロードしていきたいなというふうに思います。でね、無料版がね、もちろんあって、これだとね、 2GB までのファイルは、復旧してくれるっていうことですね。はい、でね、あとはね、まあいろいろね、できるんですけども、有料版との違いっていうのは、このね、復元できるデータ量の違いだけですね。うん、で、あとはね、なんだろう、ライセンスの種類とか、これは関係ないところか、無料版ですからね。はい、あ、で、すごくない、これシステムが起動できないときにブータブルメディアからシステム起動するって。おお、へえ、こういうこともできるんですね。はい、で、記者のお客様にデータ復元サービスを提供。あ、これはあれだ、多分法人向けのやつですね、こういうね、高いやつね。うん、だから多分個人向けで使うんであれば、この無料版か、このプロってやつなんでしょうね。はい、でね、復元可能データが、まあ、とりあえずね、今回お試し版でね、やってみるね、まあ、2ギガもあればね、まあ、十分だと思います。うん、でね、他にもいろいろありそうだったらね、これはまあ有料版ね、買ってもいいと思うんですけど、まあ8900円だったらね、まあそんなに高くないしね。だってさ、あれでしょ、だって外にさ、お願いしたりしたらさ、すっごい高いじゃないですか。データ復旧しますよとかってさ、あれ何万円も取るでしょ。あのね、こういうのはね、結構ね、嬉しいかもしれないですね、こういうソフトはね。うん、お、ユーザーさんからの声。イーザスのソフトは見つからない Mac のパーテーションを探したし、そこに保存されていたファイルやフォルダを復活できます。ほう。あ、でさ、これさ、あの、あれだよね、クライアントのあれだよね、 NASA だとかボーイングだとか IBM とか、あ、メイシーズあるよ、メイシーズ。うん、あのニューヨークといえばメイシーズですからね。はい。まあね、いろんな大きい会社が結構使ってるんですね。うん、だからね、信頼性としてはね、かなりあると思いますよ。はい、それではね、早速ね、使っていきましょうかね。まずね、先にね、データをね、用意しました。はい、でね、このね、データなんですけども、一応ね、写真のデータをね、持ってきましたよ。はい、でね、1枚ずつちょっと見ていきましょうかね。はい、これね、イーストビレッジにあるね、よくわかんない人形ですね。はい、でね、あとね、がね、あとこれがピザ屋さんでしょ。でね、これがね、もう一つあるのが私の家にある人形です。はい、これね、可愛いっしょ、この人形ね。はい、これのね、大事なね、人形のね、思い出とイーストビレッジの思い出をね、間違って消しちゃいましょうかね。はい、うわ、間違って消した。で、なおかつゴミ箱も空にしちゃったというわけで、はい、もうね、ここまで来ると、もう普通はね、復元できないんですよ。そう、もうね、あとね、これ読み出せなくなっちゃったりとかね。で、そこで役に立つのが、多分こういうソフトなんですよね。はい、データリカバリーウィザード4マック。はい、起動しました。ちょっと待って。
はい、起動するとねこんな感じですね。まずディスク情報を読み込んで、あ、最初アナウンスが来ましたね。はい、無料版では2ギガまでデータ復元できますという、まあ、そういった あれですね、挨拶ですね。はい、ではね早速ねちょっとやっていきましょうかね。で SD カードが今ねノーネームっていう名前なんで、はい、君の名はですね、あれ違う、あれはユアネームだ。はい、はい、ノーネームをね、これをねスキャンしていきましょうかね。はい、もうねSD カードからも消えてゴミ箱からも消えてるんで、普通だったら復元できない状態なんですよ。そうだからね、これでねうまくね見つかってくれればね、もう御の字でございますね。はい、で今ね検索されたファイルが52個ありますね。うん、ということは前にも昔消したデータも残ってるかもしれないってことだ、この中に。おーほ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 ひょっとしたらさ、こういうのってさ、もうさ、昔さ、もう見たくないデータとかもさ、こう消すことってあるじゃないですか。そういうのまで、ひょっとしたら復元できるかもしれないっていうね、そういったね、恐ろしいソフトでございますね。はい、で、今ね、一生懸命スキャンしてるんですけど、これね、あのね、メモリーカードって、要はハードディスクとかもそうなんですけど、一応ね、パソコン歴30年だからね、よく知ってますよ。ほんとね。こうね、メモリーカードのさ、こう領域があるじゃない？こうデータを保存するところがあったら、一番ね、最初の部分って、そのね、どのファイルがどこの場所に書き込まれてるよって、そういったね、情報が入ってるんですよね。で、そのね、下にね、こうね、実際にこうデータが書き込まれてるんで、そう、ファイルを消した時っていうのは、このね、どのファイルがどこに書き込まれてますよっていう情報が消されるだけなんですよ。なので、基本はね、このね、中のね、データのどっかにね、そのね、消しちゃったファイルが入ってるわけなんですよ。そう。で、こういうソフトって、そのね、中のね、情報を全部スキャンして、そのね、ファイルのね、始まりと終わりとかをね、全部スキャンしてくれるんですよね。そう、だからね、こういうソフトってね、やっぱね、なかなかないんですよね。全部をスキャンして、で、正しいところをちゃんと読み出してくれるっていう。そう、だからね、こういうソフトってすごいね、便利だと思うんですよね。そう、間違って消しちゃっただとか、ファイル読めなくなっちゃったりだとか。でね、よくね、ほら、ディスクが読めませんとかってあるじゃないですか。そう、あのね、ディスクが読めませんっていうのも、そのね、データの中の、データっていうか、そのメモリーカードの中の、そのね、上の部分の情報が消えちゃったりしたときとか、そういったときにね、よく起きます。はい、はっきり言っちゃうとね。よく知ってるでしょ。何でも聞いて、よく知ってるよ。そう、というわけでね、多分ね、こう今ね、ずっとスキャンしてて、そのね、メモリーカードの中全部見てるんでしょうね、これね。はい、じゃあもうちょっとね、待ってみましょうかね。はい、あと7分でございます。はい、できましたね。データスキャン完了しましたね。はい、でね、出てきたのが、これですね。あ、ちょっと待って、待って待って。これさ、アイコン表示もできる？あ、マジマジマジ、これさ、ちゃんと写真データ残ってんじゃん、これすごくね。ちょっと待って、これで見てみようか。ほらほら、写真まんまだよこれ。ただ普通に消しただけだったらもう余裕で直せるねこれ。おお、であとね、これね、パスであるでしょ。であと種類もあるんですよ。ほら、画像だと29個、ドキュメント5個。何ドキュメント5個って。ああー、なんかこの辺あれだ、多分ね別のやつだね。うわ怖ー、やっぱドキュメントとかも普通に出るんだ、すごくね。で画像が29個、 JPEG 26個。はい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 、あー、ちょっと待って待って、これね、こっちこうやってやってスクロールすればいいんだよね。ほらすごくない？だって同じファイルさ、いっぱい書いたり消したりしたんだけどさ、これさ、全部別のファイルで残ってますね。あ、すごいね、これね。で、全部のファイルを復元したいときは、これを押して、で、今すぐ復元でしょ？今すぐ復元ですよね、それはもちろんね。そう。で、これを、あ、そうそう、あのね、で、復元するときって、必ずね、SD カードじゃなくて別のところ入れた方がいいですよ。そうじゃないと、あのね、ほら、あの復元したやつを書いたときに、別のデータを消しちゃうときがあるんで、そう、だからそれはね、気をつけた方がいいですね。うん。で、あ、リカバリー完了しましたね。早いですね。はい、というわけでね、ちょっと早速ね、見てみましょうかね。はい、デスクトップにできました。はい、FAT12、
ラベルロー。あ、3つなんかできてますね。これなんだろう。ノーネーム。はいはい。キャメラ。はいはい。ちょっと待って、これ。あ、お、ピザの写真だ。そう。で、多分ね、どっかにね、まだあるはずなんですよ。そう、ちょっと待って。これ、ファット1でしょ。こうでしょ。ほら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 。あるよ、多分これ。どっかに。ちょっと待って、あ、これ1個壊れてるね。でも残りの2つはある。でもさっき見えてたから、多分ね、どっかにまだあるんですよ。そう、多分ね、これね、状況によってね、変わってくると思います。はい。これも、あ、これもやっぱダメだね。でも2つは復旧できたんだ。でもちょっと待って、さっきさ3つできてたよね。ちょっと待って待って待って、これで、あ、待って、もう一個あったよね、ラベルローってやつ。あ、これは2つだ。ということは何がなくなったかっていうと、あれだよね。ちょっと待って、これ消して、さっきのさ、これ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 復旧したい。ちょっと待って、これだけ復旧。はい、これだけ復旧させましょう。さっきこれなかったもんね。うん、じゃあこれを今すぐ復元にすると、このデスクトップに保存します。で、ファット3っていうのができたので、これで、これを開くと、ある？あー、読めないね。あ、プレビューではできないだけなのかな。そう、なんかちょっとこれ残念だな。せっかく見えてんのにね。そっか。でも2つは復旧できたね。でも、あ、そっか、これサムネイルの情報だけどっか残ってるのかもしんないね。なんかね、多分ほら Mac ってすごいデータのさ読み書きがいろいろあるんですよ。だからそういう影響で多分消えちゃってる可能性もありますね。あー、やっぱダメかー。これは残念ですね。うん、やっぱね、あの、その間にどっかに書かれちゃったんでしょうね。そう、じゃあね、一応さ、これ2つでも復旧できたんで、ちょっとね、もう1個ね、やってみましょうかね。でね、このね、ディスクユーティリティで、ちょっと待って、これ今仕様のやつがちょっとあれしてるね、邪魔してね。よし。で、このディスクユーティリティで間違って消去しちゃったってやつ。はいはい。ノーネームを消去するとそこに選択された、あ、保存されたデータが全て破壊されます。はい。名前を入力し、フォーマット、これはもうノーネームですよ。はい。で、このままね、一回消去してみましょうかね。はい、ドーン。これで消去したでしょ。はい、完了、クリック。はい。でね、さっきね、その SD カードをフォーマットしたでしょ。で、これで再度読み込みできれば、これすごいっしょ、多分ね。データ残ってるかな。ちょっとね、スキャンしてみましょうかね。はい、スキャンを押したよ。いってる。あ、来た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 。はい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 、来てますね。はい。どうなることやら。これでね、間違ってフォーマットしちゃったっていう場合なんですけど、多分前のやつとフォーマットのタイプが違うでしょ。だからね、ちょっとうまく読み込めるかどうかっていうのはね、ちょっと分かんないんですけど、うん。でもこれできたら超すごいよね。来るかな。なかなかね、ファイルが検出されないですね。じゃあちょっとね、待ってみましょうかね。はい。はい、終わりましたね。そしたらね、189個のファイルを選択？マジ？あ、待って待って待って。画像が一応20出てきましたね。お、JPEG14 個。ちょっと待って。マジマジマジ。その他のファイルは157個。おう、あ、ちょっと待って、これさ、すごい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 。ちゃんとさ、フォルダ名までちゃんと残ってる。だって、フォーマットして、あの、消去したんですよ、わざと。すごくないすごくない。ちょっと待って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 。これを、こっちでちょっと見てみましょうか。はい。お、来たよ。写真残ってる。ちょっと待って、これただね、さっきもみたいにね、ちゃんと復旧できるかどうかが、まあ問題なんでね、ちょっとこれとりあえずね、今すぐ全部選択して、今すぐ復元をしてみましょうかね。はい。今すぐ復元。はい。デスクトップで、OK。はい。行きましょう。ドーンと。FAT5 とか、ラベルローとかってあるね。はい。ではね、復元が完了したので、ちょっと見に行ってみましょうかね。はい。とりあえずね、今回は、この FAT5、これですね。この中にちゃんと写真が残ってれば OK。 あ、待って待って待って、
待って、これ2つ2つあるよ、ほら、これ1個あるでしょ、で、もう1個ある、ほら、お、すげえ、消去しても残ってるっていうね。で、これ復活できたよ。あ、マジすごくね、これ。はいはいはい、うん、だこれはね、これはうまくいかなかったね。うん、これはね、まあ諦めるしかないんだな、きっとな。うん、あ、でもね、基本的なやつはいけたね。あ、フォーマットしてもやっぱ復活できるんだ。あ、これはすごいですね、便利ですね。はい、というわけで多分ね、データ領域を読み込みに行って、で、そこにあるやつはやっぱ戻ってきてくれるんですね。はい、これ無料でできるんだったらさ、よくね、まあ2ギガっていう制限はあるんですけど、そう、でもね、必要に応じてね、使ってみていいなと思ったらね、この制限なしの方にすればいいはずなんで、そう、すごいですね。はいはい、というわけでね、今回の動画なんですけども、初ガジェット動画としてね、データ復旧ソフトのイーザス、こちらをね、ちょっとね、使ってみました。いかがでしたでしょうか。私自身もね、こういうソフトって使うの初めてなんですけども、かなりのね、なんていうの、この効率の良さっていうかね、この性能の良さにね、結構びっくりしてます。はい、というわけでね、今回のね、このイーザスなんですけれども、商品紹介のね、リンクをね、下に貼っておきましたので、ぜひですね、ご覧いただければと思います。はい、というわけで今回の動画役に立ったと思ったら、ぜひ高評価、またチャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。